ストリックスは、ポストスクリプトで描いた図形を、直接テックスやレーテックスのコード内に取り込むための、マクロ群である。ティモシー・ファン・ザントが開発し、最近では、ドニ・ギロー、セバスチャン・ロツ、ヘルベルト・ボスが保守している。ストリックスの実行例ストリックスには、グラフィックスを作るための隠しコマンドが用意されている。以下の例のように、 ストリックスにおける座標は常に丸カッコで囲まれて、書かれている。begin, pss picture.screed, grid color イコールライトガレ、grid labels イコールレイパート。pss line, lini color, イコールレッド。pss curve, lini color, イコールグリーン、line widths イ,イコール2パート、パーセント%。show points, イコール true ル。s circle, lini color, イコールブルー。 ラインスタイルイコールダッシュド1エンドプスピクチャーストリックスのコマンド群は低レベルであるため数学関係の組版で使うような各種グラフィックスを簡単に描けるよう様々なレーテックスパッケージが作られている PST プロットは関数のグラフを描くコマンドを用意している使用例を以下に示す begin プスピクチャーサックスラベルズ イコール何プスプロット、リニカラー、イコールブルー、ラインウィルスイコール1.5%、マイナス7、7、X0.01745329252、デブシン。アプット、ドル、パイドル。アプット、ドルパイ、2ドル。アプット、マイナス90、ドルパイ、2ドル。アプット、マイナス135、ドル、パイドル。プスライン。 ラインウィルスイコール1パート、リニカラー、イコールレッド、ラインスタイル、イコールドティットパーセント。プスライン、ラインウィルスイコール1パート、リニカラー、イコールレッド、ラインスタイル、イコールドティットパーセント。エンド、プスピクチャー。PST プロットで描いた、真この例で示されているように、テクスのコマンドを、図の要素として利用できる。また、 ポストスクリプトは数学的操作を逆ポーランド記法で行うため PST プロットに渡す引数はそのような順序で渡す必要があるストリックスワードは PST プロットを極座標形のグラフに使えるようにするもので同時に逆ポーランド記法でない一般的な引数指定を可能とする PST マスは 三角関数での角度の単位をラジアンで指定可能にするとともに双極線関数を利用可能としている。PST プロット 3D は3次元グラフィックスを以下のように作成できる。ストリックスのパッケージ PST プロット 3D で描いた双極放物面マルチ度は基本的なループ機能を提供するもので、 パラメータを変化させて、グラフを重ねて、描くような場合に有効である。マルチドで様々にパラメータを変えて描いた、グラフ PST ウクレは、幾何学図形を容易に描けるようにする拡張である。PST ウクレで描いた三角形の外接円他にも、回路図を描くための拡張、グラフのための拡張、木構造のための拡張、データの視覚化のための拡張などがある。 ありがとうございます。